今日はケイちゃんはがい、僕のネタを映してくれるという動画ショーのそうコーなんナーでごでざいす。ます今日は曇っているポートタワーから五郎さんの真似をして映しています。はい、そしてパンしてこちらじゃん。はい、今日はこれを見てもらおうと思いまして、ね、パンフレットでしょうか。うん、そうですね、うん、これ何のあれかと言いますと、皆さんくさい、これ何も言わんと最初に見てもらう。これ、ね、なんだろう。これね、ケイちゃんも考えてよ。パンフレットです。これ DM で送られてくんねんか、来てんか、はい、これでまあまあここ表紙こうこうなんな。なんか男の人が寝てますね。そういうあのちょっと横開きのパンフレットですわ。まあ、はい、綺麗な写真が、はい、でこうこれ何の絵ちょっと分かりにくいな、書いてあるよ。キラキラして Wishing you happy holidays holidays 2018。まあハッピーホリデーかクリスマス、うんうんうん、おめでとうみたいなね、はい、でこっちまた開きました。こういう口でなかなか説明しきれないんですが、白黒写真にカラーの、うん、ピンク色の帯のようなものがズバンと真ん中に入って、ま、おしゃれな写真ですね。動画ショーのコーナー見てもらうとちょっと伝わりにくいかもしれないけど、いろいろ、まあ、アートっぽい写真がずっと来たでしょ、はい、それで今度また陽気の人数が写った、この写真が、はい、真ん中ぐらいにこう開いて、でまたどんどんこういうのがなんか一見何の写真何の絵やろみたいな続くでしょ。でこう真ん中にこれまたこう見開きのごっついこう大きいページが出てきて、ちょっと英字新聞みたいな、英字新聞みたいな、はい、これが出るでしょね、でしょ。それでこれはまたが畳んで、はい、あれこの畳これはなんか人の足が写って、あんまり字は出てけへんの。もっとく最初のね、はい、それでまた写真がハッピーホリデーぐらいで、ぐらいで、あとまたこのいろんな写真が白黒カラー、白黒やカラーがあって人物の写真や、最後ちょっとイラストですか。 But your soul is not clean、 これも絵かイラストか。そうですね、イラストかな、ロシア語かな、ポップアートとかですかね。ポップアートみたいなね。でこう行ってまた写真がこうあって、でこれで終わりですわ。あれ終わっちゃいました。これが送られてくるんですよ、うん、割とシーズンごとにこういう感じの、はい、はい、これでこれ見てください。何やと思った。これファッションデザイナー、あの川久保玲さんのブランド、はい、コムデギャルソン、はい、これ書いてるでしょ、コムデギャルソン、あ本当だ、のバーゲンのお知らせやね。えこれがですか。でいつも俺これ見て行こう我が家悩めん言うて、もう意味不明やねんけど、もうアートがどうこうしたらここまで行くと言うんですか、こんだけお金かけて。いつからいつまでとかもなくですか。うん、分かれへんバーゲンとも書いてへんし、はあ、これはね意味不明なんですけど、でもこの冊子が届くと、あバーゲンなんだなという、まあそうやな、そうやけどこう変わるんかな謎。